ということで、2017年の、8月20日、昌平橋の上で撮影しております。今日はですね、もう仕事を早めに終わったので、ちょっとここで、ゆっくりと、休んでる一休みっていう感じですね。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。明日もあなたにとりまして素晴らしい一日でありますように。ではどうも。